津田博之は、日本の撮影日誌である。名の読み、広之は誤りである。1916年4月14日、東京府東京市に生まれる。旧制、経過中学校を卒業する。1934年、松竹蒲田撮影所に入社、撮影部に配属されて、撮影助手となる。小原常時、厚田雄春らに指示する。1936年、 撮影所が鎌田から新設の小竹大船撮影所に引っ越し、楠田も移動になる。1943年、義子に昇進し、木下圭介監督の第一作、花咲港で、木下と共に一本立ちする。また、翌1944年に、木下の妹の吉子と結婚する。以降、1951年の日本最初の、 カラーフィルムによる長編劇映画、カルメン故郷に帰る、24の瞳、野菊のごとき君味な力など、キャリアのほとんどが木下作品で埋め尽くされる。1959年、木下圭介監督の奈良山雪光で芸術戦賞を受賞する。2008年9月13日、死去した、万92歳没。息子にテレビプロデューサー、演出家の楠田康幸がいる。 特筆以外はすべて小畜大船撮影所、制作作品である。ありがとうございます。